イヌザメチラシリアムパンクテイトムは、天竺ザメ目天竺ザメ科に属するサメ。インド洋及び太平洋西部の熱帯から温帯海域に分布する。長寒帯やタイドプール、サンゴ礁などでよく見られる。イヌザメの幼魚災害で全長 144cm に達する。幼魚には10本前後の黒色の横縞があるが、成長するにつれて退職し、生魚では、 肺褐色になる。夜行性であり、定性性の甲殻類や甲骨魚類を捕食する。卵性。オスがメスの胸びれに噛みついて、交尾を行う。メスは一度に2個の卵を産むが、繁殖シーズンの間は何度も続けて、産卵を行うので、年間の産卵数は数十になる。卵には粘着性の糸が生えており、 潮に流されない溶海草などに絡みついて、卵を固定する役割がある。孵化した幼魚は13から18センチメートル。人には危害を加えない。極めて温和な性格であり、丈夫であることから水族館などでの展示に適している。東南アジアやインドなど地域によっては、食用とする。ABC 福井厚監修、講談社の動く図鑑ブ業、講談社。2012年。 18ページピーター、アールラストジョン・ディ・スティーブンス・シャークス、アンドレイズ・オブ・オーストラリア、P147、ハーバード・ユニバーシティ・プレス、ISBN 9780674034112。ありがとうございます。